昨日動物病院に行ったところ、肝臓が腫れていると言われました。で、黄色いうんちは黄疸が出ているからだと言われました。白、うん、昨日よりも緑色のいつものうんちがちょっと増えてきたので、抗生剤に効き目があったのかなと思います。しろしろ、うん、出たいね、ちょっと狭いで、一緒に飼っているインコとはカゴを別にした方がいいと言われたので、今はこのちっちゃなカゴでちょっと我慢してね。で、あとは保温はした方がいいというので、うん、カイロで下から温めています。シロ、薬飲もうね。うん。